日本神奈川県小田原市板橋板橋は神奈川県小田原市にある地名。箱根と山線箱根板橋駅周辺で早川に面する。郵便番号は250の0034。旧00東海道が通っている。小田原市の中央部に位置し、地域の大部分は早川の北岸に広がる。隣接地域はいずれも小田原市内で、西部は風祭り、北部は水野尾、小木久保。 10時、東部は城山、南部は早川地区と接している。道路は西部に小田原厚木道路、南部の早川南岸側には西少バイパスが通り、地域内に小田原西インターチェンジがある。南部の早川北岸側には国道1号が通っている。板橋見つけ交差点異性の一部区間について、旧東海道の旧道が国道と分離している。鉄道は東部に 東海道新幹線が通っているが、地域内に駅はない。南部に箱根登山鉄道鉄道線が通り、地域内に箱根板橋駅がある。2018年2月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。小田原早川上水、北条宇治が小田原を治めていた頃に、 この地域の早川から取水し、小田原城下へ水を引き入れる公共水道、小田原早川浄水が作られた。この地域のその浄水場に板の橋が架かっていたことから、この地域は板橋村と呼ばれるようになった。板橋村は小田原府内と境を接していたことから、小田原城防衛のため、東海道の境界上には板橋見つけが置かれ、1589年には、 府内との境界に、土塁と空堀の囲いからなる総延長約9キロメートルの小田原大外閣が築かれた。また、寺院の塀が城の防御壁としても利用できることから、地域内に多くの神社仏閣が点在すると言われている。板橋村には、北条氏支配時代から熟練した職人が数多く居住するようになった。代表的な人物に、1530年から北条 宇治綱によって、城中の染物の仕事を任された津田東兵衛や江戸城の石垣作りに参加し、その石膏技術が徳川家康から称賛されたという石翼、全財衛門がいる。明治期に入ると、1889年の町村政志向により、板橋村は周辺の村と合併して、足柄下郡大久保村となり、村役場が板橋地区に置かれた。 その庁舎は現在でも小田原市役所奥母市所として使われている。1888年に小田原馬車鉄道が開通すると小田原の海岸地域を中心に伊藤博文の総楼閣をはじめとする別荘が多く建設されるが1902年の小田原大会場によってそれらが打撃を受けてからは1907年の山形有友の古紀庵をはじめ 丘陵のこの地区等に、別荘、別邸が建設されるようになる。他に、増田港の総運内、清浦慶吾の皆春荘、大倉喜八郎の三月、松永安左衛門の老家や基荘がある。1918年には、北原白州が隣接する玄城山地区の殿、はじめじじ内に、みみずの家を建てて移り住んだ。1940年に、 大久保村は小田原町等と合併し、小田原市となった。ありがとうございます。